藤井葵です。今日は皆さんにご紹介したい場所があります。その前にちょっと着替えてくるね。ちょっと待っててね。じゃーん、なんと清水エスパルスのプレイヤーズ T シャツ藤井葵バージョンです。皆さん見てください。なぜ清水エスパルスのプレイヤーズ T シャツを着ているかというと、こちら公式新人サポーターに就任しました。やったー。葵はスポーツが大好きで、中でもサッカーは中学生の頃から実はサポーターをしていて、学校がない土日はスタジアムに毎週通っていたんです。で、応援団長として動画を始めて、いつかスポーツの応援ができたらなと思っていたので、葵の熱意が伝わって本当に嬉しいです。見て見て見て、セガンボ見て見て見て、背番号ね、葵の誕生日にしてもらっちゃった。見えるかな、6月18日、すごいでしょ公式新人サポーターとしての初めてのミッションはじゃん、 IAI スタジアム日本平をご紹介。 IAI スタジアム、通称アイスタは、清水エスパルスのホームスタジアムで、日本で一番富士山が綺麗に見えるロケーションにも恵まれたスタジアムです。これから、まあ、葵がサポーターに決まって、お、ちょっと行ってみようかなって思う方もいらっしゃると思うので、ここで行き方を葵がご紹介します。 JR 清水駅東口と JR 静岡駅北口からシャトルバスが出ています。試合前になると美味しいもののブースがたくさん出たり、イベントも盛りだくさんで、試合以外でも楽しめる要素がてんこ盛りなんです。このようにマスコットキャラクターのパルちゃんとグータッチをしながらスタジアムに入っていきます。試合の観戦チケットはオフィシャルチケット販売サイトパルチケットがおすすめです。パソコン、スマホから24時間お申し込みができて、チケット代以外の手数料が一切かかりません。いやー、もうすぐ開幕戦です。エスパルスを応援します。以上、清水エスパルス公式新人サポーター藤井葵でした。みんなも応援しようね。チャンネル登録はこちらからお願いします。ん、菊之丞、これカメラ近くない？あ、ごめん、ちょっとズームしすぎとったわ。